早め、ブラストギアは、竹山優美義による日本の漫画作品。月刊、ヤングキングアワーズにて、2016年3月号から2020年4月号まで、連載。自転車を題材にした漫画だが、ロードレースやサイクリングを描きながらも、少年漫画のようなバトルアクション漫画のテイストが、盛り込まれた、独自の世界観で描かれた自転車漫画である。ロードバイクが、 当たり前のように人々の生活の中に溶け込んだ時代。だが、その陰で、裏ロード界と呼ばれる闇の世界では、デストライドという互いのロードバイクのパーツをかけて、行われる何でもありのバトルレースが横行していた。女子高生の炎上時は、闇は、偶然通りかかった峠でいきなり、デストライドを挑まれるが、天聖の身体能力で、バトルに勝利し、本人は望まぬも、白光を落として、 裏ロード界になお知られる存在となってしまう。気乗りしないながらも、白光を落として、デストライドに挑む中では、やめは、オーメストグランデと呼ばれる謎のパーツの存在を知る。そのパーツが、かつて、日本最速のロードレーサーと言われながらもドーピングで、自転車界から永久追放となり、8年前に失踪した自分の、父の行方を探る上での重要な手がかりとなることを、知ったは、 やめは、各地の王とデストライドを繰り広げて、オーメストグランデのパーツを集めることで、オーメストグランデにまつわる謎と父の行方を追うことを、決意する。主要人物主人公の早めと、早めと行動を共にする三人の王たち。チームではなく、早めの人間性に惹かれて、自然と集まった者たちである。カン、ヒメコ、コトグーアは、やめと行動を共にしているが、 早めとの対戦以降もそれぞれのチームのリーダーを務めている。その他の王、完成者、オーメストグランで有名予約受付中。オーメストグランで公式ブログ。2020年4月8日閲覧。早め、ブラストギア第1巻。少年画報社。2019年3月26日閲覧。早め、ブラストギア第2巻。少年画報社。 2019年3月26日閲覧。早め、ブラストギア第3巻。少年が放射。2019年3月26日閲覧。早め、ブラストギア第4巻。少年が放射。2019年3月26日閲覧。早め、ブラストギア第5巻。少年が放射。2019年3月26日閲覧。早め、 ブラストギア第6巻。少年画報社。2019年7月1日閲覧。早め、ブラストギア第7巻。少年画報社。2019年11月29日閲覧。早め、ブラストギア第8巻。少年画報社。2020年4月6日閲覧。ありがとうございます。